はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツの選手で、まあ各部門の打撃であったりとか、盗塁じゃないわ、投手であったりとかね、いろいろ部門があると思うんですけども、その部門に、ランキングしてるような選手っていうのを見ていきたいと同時にですね、まあ少し、まあ今年の、まあその投打のバランスというかね、そういったところも最後にね、僕が思ってる印象なんかもお伝えできればなっていうふうに思ってます。まあちょっと見ていく指標としてはね、まあ打率であったりとか打点、ホームランであったりとか、まあ防御、ピッチャーで言ったら防御率、勝利、セーブ、安打数、三振、奪三振、これぐらいのね、指標をね、ちょっと見ていきたいと思います。まず皆さんね、どれぐらいジャイアンツの選手がランキングにね、各部門のランキングに入ってると思いますか？僕は、あんまり入ってないんじゃないかなっていうふうに正直思ってたんですよ。ただ、調べてみるとですね、結構ね、ランキングに入ってる選手が多くてですね、すごく安心したというか、あ、頑張ってるなって、こんだけなんか、例えば打てないとかいうふうに言われてても、あ、この部門でこの選手が入ってるんだとかね、そういったところがありましたんで、ちょっとね、打者からね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、まず打率からなんですけど、打率でね、なんとね、今1位、ジャイアンツの選手なんですよね。誰だと思います？そうです、丸さんなんですよね。今、打率2割9分7厘で、1位になってます。サンタナ選手がね、ずっと1位だったんですけども、まあ、今、怪我をされててですね、規定打数というところを割ってしまったんで、まあ、丸さんがね、今1位というふうになってます。まあ、2位と3位も見ていくと、まあ、細川選手、小園選手というところで、まあ、僅差の、ね、戦いになってきてると思います。まあ、後で、ね、打率に関しては、ちょっとね、お話をしたいと思うんですけども、今現状ね、セリーグでは3割打者が少ないというかね、いなくなってしまったというふうなところで、少しね、その原因であったりとか、僕が思うことも最後にね、お伝えできればなというふうに思います。で、ホームランですね、次行きたいんですけども、ホームランね、誰が入っていると思います？うちの4番、そうなんですよ。岡本選手が入っておりまして、実はね、今ランキングで言うと2位なんですよね。はい。じゃあ1位誰なのっていうところなんですけども、ヤクルトの村神様というところで、まあ1位はね、村神様20本なんですね。20本で、岡本選手が17本で2位になってます。はい。で、オースティンも17本で2位。で、牧選手が16本というところで、追っているという形になってますと。はい。まあ、こんだけね、打てないと、カズマ全然打てないよというふうにね、メディアでずっと言われ続けてきて、それでもホームラン今2位というところで、まあ、すごいなというふうに思います。で、打点に関して言えば、カズマが1位なんですよね。57打点で今1位で、オスナ選手が50打点で2位。で、牧選手が48打点で3位というところで、この数字を見るとね、岡本選手がね、すごく打てないっていう風に言われてますけども、レフト守ったり、サード守ったり、ファースト守ったり、まあ、一昔前だったらっていう言い方は嫌です。ちょっと、あれですけども、これスーパースターだと思うんですよね。ホームラン打点で、2位と1位で、で、守備でも3ポジションを器用にこなしてっていうところで、僕はね、すごいね、評価をしてあげた方がいいと思うし、実際ね、確かに率はちょっと低いかもしれないですけども、そもそも率がね、みんな低いっていうのが、3割のバッターがいないっていうところがあるんで、ちょっとこれからね、その打率の基準みたいなところは、ちょっとね、みんなの頭の中でね、3割っていうのは、ちょっとこう、難しい数字なんじゃないかっていうふうにね、改めるべきなんじゃないかなって僕思いつつあるんですよね。で、安打数とか、安打数ちょっと見ていきたいんですけど、安打数でもね、ジャイアンツの選手が、トップ3にね、3人中2人入っててね、細川選手が106本で1位なんですよ。で、丸選手が104本で2位。で、なんと3位誰だと思います？誰だと思います？岡本選手だと思います？いや、違うんですよ。実はね、直樹さんが3位なんですよね。102本で 3位なんですよね。まあ、1位の細川選手とも4本しか変わらないというところで、吉川選手もね、これね、ワンチャン最多安打取れる可能性もあるというところで、非常にね、なんか目立たない感じかもしれないですけども、ヒット数はすごく打ってるというところで、まあ最近ね、丸さんが少しだけちょっと状態落ちてきてますけども、そこのね、間に入って、ヘルナンデスと丸さんの間に入って、しっかりつなぎ役というところをね、してくれてるんでね、そういったところでこの安打数というところに反映されてるというふうに思います。
で、次ピッチャー見ていきたいんですけども、ピッチャーでもね、たくさん入ってます。はい。で、防御率からまず見ていきたいと思うんですけど、防御率でね、まあ、大瀬良投手が今年無双してましてね、0.85 なんですよね。まあ、巨人戦でもね、やられましたけども、0.85。で、才木投手もやられてますけどもね、1.14。で、ランキング2位。で、3位が森下選手。で、1.63。で、3位。で、4位にジャイアンツの選手がランクインします。誰だと思います？戸郷投手だと思ったでしょ。実はね、山崎伊織投手が 1.67 で4位というところで、この正直ね、4位は4位なんですけど、1.67 ってめちゃくちゃすごい数字なんですよね。ちょっと大瀬良投手だったりとか、才木投手がね、ズバ抜けて、防御率がすごすぎて、ちょっとね、霞んでますけども、普通で言ったら 1.67 って、防御率のね、タイトル取れるぐらいの成績であるというふうに思うんで、こっからね、厳しい夏場来てますけども、ちょっとこのままね、調子を維持して頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。で、勝利数で言ったら、やっぱりね、今、ランキング1位のね、選手がね、ジャイアンツいましてね、先日、勝利を挙げました菅野投手がね、10勝というところで、ランキング1位でございます。で、床田投手、広島の床田投手も、10勝で1位なんですよね。だから、菅野投手にはね、最多勝というのを取ってもらいたいというふうなところはありますけども、やはり床田投手、才木投手も9勝で3位というところで、非常にね、熾烈な争いをしているというところで、菅野投手はね、このままの調子で頑張っていってもらいたいなというふうに思います。で、西武というところに関しても、入ってるんですね、ジャイアンツの守護神が。うん。3位ではないんですけども、4位にランクインしてます。はい。1位がね、栗林選手31。すごいですよね。で、マルティネス30。マルティネスもえぐいよね、正直ね。うん。なんか、余談ですけども、なんか契約がね、今年までみたいなんで、もしかしたらジャイアンツも取りに行くんじゃないか、みたいなこと言われてますけども、まあ、取りに行ったとして、どれぐらいのお金を積まないといけないんじゃない？ほんまに8億円とか9億円積まないといけないんじゃないかな、なんて、ちょっと思ってますけども。まあ、そんなことはよ、まあ、置いといてですね。3位がね、森原選手ね、19。で、最後、4位がね、大勢投手17っていうところで、まあ、離脱の期間ありましたけどもね、そういったところをね、抜いてるにもかかわらず17っていうところで、非常にね、素晴らしい成績を出してるなっていうふうに思います。特に、怪我からね、明けて帰ってからではですね、非常に球の強さもあるし、で、制球力も、しっかりまとまってるしっていうところで、まあ、安定感が非常にあるんでね、このままね、シーズン最後まで怪我なくね、もう離脱はね、ちょっとね、やめてもらいたいなというふうに思いますし、このままの調子でね、セーブをどんどん積み重ねられるようにね、ジャイアンツのチームの状態も上がっていってほしいなというふうに思ってます。で、最後、三振、脱三振というところでも、ジャイアンツの選手入っておりまして、1位はね、才木投手、104個三振取ってるんですね。すごいですよね、まっすぐとフォーク。ジャイアンツ戦でもね、もうバチバチいかれてますけども、やっぱり他のチームに対しても脱三振を多く取ってるというところですね。で、なんと2位がジャイアンツの選手、誰だと思います？山崎伊織投手だと思ったでしょう。実はここはね、戸郷投手なんですね。やっぱりこう、まっすぐフォークというところで、まあ、才木投手もそうですし、戸郷投手もね、まっすぐフォークのピッチャーというところで、もしかしたらまっすぐフォークピッチャーは、三振が取りやすいのかななんて、思われた方もいらっしゃるかもしれないですけども、実際ね、落ちるボールっていうのはね、本当にね、バッターからしたら厄介というのがありますんで、才木投手も戸郷投手もね、落ちるボールをすごく、得意としているというところで、非常に、脱三振というところで素晴らしい成績を出せているんじゃないかなというふうに思います。ちなみに3位はね、阪神の村上投手というところで、まあ、94個。村上投手はどっちかというとフォークボールを武器にしているかって言ったら、どっちかというと曲がり球の方が得意なんかな。まあ、どっちも得意だけどもっていうところで、まあ、コントロールが非常にいいピッチャーなんでね、うん、まあ、見逃し三振を取っている率もすごく高いんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、成績をね、まあ、見ていきましたけども、まあ、打率ですよね。打率がね、結構、今、セリーグで3割バッターがいないというところになってきてまして、で、まあ、その原因って、まあ、いろいろあると思うんですよ。で、やっぱり、言われてる通りですね、ピッチャーの、球速の速度がね、上がってるっていうのが僕一番大きいんちゃうかなと思ってて、なんかメジャーとかでは、なんかその 18.44 を、ちょっと伸ばそうかみたいな議論もあったりするみたいなんで、その人間のその反応スピードの限界じゃないですけど、すごく
まあ、160キロを超えるボールをね、投げる人がこう多くなってきてるというところがあって、で、平均球速も上がってるというところがあって、非常にバッターがそのピッチャー陣の進化にまだついていけてない。うん。まあね、バッターもそれに負けずにね、頑張っていってもらいたいなというふうに思ってるんですけども、やはり、投手と打者っていうところを考えたときに、投手は能動的というかね、自分のタイミングで、動き出したりできますけども、バッターはどっちかというと受動的というかね、うん、ピッチャーに対して合わせていかないといけないっていうのがあるんで、難易度はね、やっぱり打者の方がね、やっぱり高いと思うんですよね。難しいと思うんですよね。だからそういったところで、まあ変化球もね、昔よりこうバリエーションというか、速くてちっちゃく曲がるようなね、球種が多くなってたりとか、そもそも球の速度が速くなってたりとか、いろいろあるんでね、非常に、ピッチャーのレベルが上がってきてるというところで、もしかしたら数年後、5年後、10年後にはですね、もう3割言ったらめちゃくちゃすごいな、みたいな、時代にね、突入するかもしれないですけども、やはり、どっちかっていうと、これからの時代は長打とかね、OPS とかね、そういったところが重視、打率よりもね、重視されていく、ような気もしますし、うん、非常にね、まあ、難しい、打者は難しいですけども、ホームラン打ってね、一発でっていうのを、ジャイアンツの打線もね、期待したいと思っております。はい、そんな感じでですね、今日はね、ランキングの入ってる選手を見ていきました。意外と僕の印象からしたらですね、結構入ってるなっていうところはあったんで、まあジャイアンツもね、今、まあ2位にいるというところもありますし、まあ投手陣とかね、うん、非常に安定してるっていうふうに言われてて、実際ね、ずっとここまで頑張って踏ん張ってきてますし、打者もですね、丸さんであったりとか、岡本選手、まあ吉川選手もね、非常にこう引っ張っててくれてるというのがあるので、ぜひね、このままの調子で、頑張っていってもらいたいなというふうに思いますし、ここからね、A クラスと B クラスというところがちょっと離れてきつつあるので、そこにね、しっかり A クラスというところにしがみついてね、うん、広島であったりとか阪神に、勝ち越していけるようにね、頑張っていってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。